皆さんこんばんは、美容師のキノです。今週のキノレディオスタートです。キノレディオ、この番組は第2第4金曜夜20時配信、私美容師のボーカルキノが好きなことを好きなだけ喋りまくる、そしてリスナーの皆さんと作っていくラジオ風番組でございます。今週は、第80回ということで、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。さて、前回のキノレディオ、皆さんちょっと間が空いておりますが、5月7日の日曜日に第79回ということ、ゴールデンウィークということで生放送でお届けしました。それから早、3週間経つのかな？あっという間に5月も、まあ最初キノレディオ生放送で始まり、キノレディオ第80回で終わるみたいな雰囲気ですが、あっという間に5月も過ぎ去って、ゴールデンウィークも過ぎ去って、かなり最近は天気が上がったり下がったり、気温が上がったり下がったりしてる毎日ですが、皆さん元気に過ごしてますでしょうか？久しぶりのキノレディオ、張り切っていきたいと思います。さて、前回の生放送で全然読まずに終わってしまったお便りはですね、今日はたくさん読ませていただこうと思っています。遡りまして、第77回の、お便り、キノレディオへのお便りいただいたものから読んでいこうかなと思います。第77回はですね、なんか心のバランスを保つみたいなテーマでちょこっと喋ったりしていたんですけど、それについてお便りいただいてます。ラジオネームあんころもちさん、心のバランスはキノレディオを聞くことです。キノさんのトークが素敵なのはもちろんですが、言い間違っても編集できらずそのまま放送されるスタイルを見ていると、人間間違ってもそのままでいいんだと思えてファイトが出ます。かっこ笑い。ありのままの姿を見せるのよ。ありのままの自分になるの。Let it go。 昨日のままで、という熱いお便りいただきました。ありがとうございます。アンコロモチさん、ありがとうございます。心のバランスね、皆さん5月病は大丈夫でしたか？こうやってアンコロモチさんみたいにキノレディオを聞いて心のバランス保てるといいんですけど、皆さんはちゃんと心のバランス取る、保つためのものありますか？もしなければキノレディオをその一角に添えてもらえると嬉しいです。癒せているんじゃないかなと、ちょっと自負はありますどうだろうか。はい、続いてのお便りいきたいと思います。続いてはですね、最近のお話を聞かせてくださいという内容、テーマについてお便りいただいてます。ラジオネームしほさん、きのさんこんばんは。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。今日はって言っても結構前かな、前になっちゃうんですけど、今日はたまたまインスタを見ていて、キノさんそっくりなアーティストを見つけたので、そのご紹介です。ほう。 YouTube でも検索すると出てきますが、親友切らないかな、という女性アーティストです。音楽のジャンルは違うのですが、見た目がキノさんそっくり、ぜひ検索してみてください、とのことです。お便りありがとうございます。いや、私これをお便りいただいてすぐ、まあ、次の週でお便り読もうと思って、私にそっくりな人、誰やろと思って調べに行ったんですよね。で、すごくお綺麗な方で、親友
さんっていう方だから、あの中国の方かなとかちょっと思ってたんですけど、そんなこともない、日本の方って合ってますかね。ですごい、おっしゃる通り、をやってる音楽のジャンルはちょっと違う感じなんですけど、私は自分で似てるかなってあんま思わなかったんですけど、なんかそんなに、こんな初めて言われた系統な気がします。なんかすごいお綺麗な方で、声もすごく素敵だったので、ちょっと皆さんチェックしてみてください。そして音楽もちょっと癒される感じでした。すごく素敵な方でした。ちょっとこのね、なんか初めて言われたし、こういうとこうやって言われることでしか出会えない気がしたので、あの素敵な、なんかご縁を感じましたね。あの結構活動も活発にされていて、 MV とかもたくさん出されてました。お便りありがとうございます。なんか誰々に似てるって、なんか最近はあんまり言われなかったけど、なんか大学生の時は、あのなんか、あ、なんか友達のお兄ちゃんに似てる、お姉ちゃんか男じゃないわ、友達のお姉ちゃんに似てるとか、友達に似てるってすごい言われてたんですよね。どこにでもいる顔なのかなってちょっと思ってたんですけど、でちょっと傷ついたりしたんですけどなんかすごいあれですね、よく言ったら、あのすごく親近感の湧く、顔ってことなのかなっていう風に前向きに捉えておきます。でも今回お便りでいただい教えていただいた親友さんはすごくお綺麗な方だったので嬉しく思っております。ありがとうございます。しかも2人とも音楽やってるからね、なんかすごいご縁な気がします。はい、じゃあ続いて、続いてのお便りがですね、個人的にすごくなんか新鮮で嬉しい、ですあの身近な友達からお便りいただきました。ラジオネームゆうたろうさん、ポエトリーリーディングで聞きたい曲リクエストのところに、のテーマにお便りくださいました。きのちゃんお久しぶり、ゆうです。昨日夢にきのちゃんと、あとメンバーのクロケンが出てきたそうですクロケンも元気とのことでした。きのちゃんの声ほんまに透き通ってて、耳が過去耳から幸せ、ポエトリーリーディングめっちゃ最高。私アニメあんまり見えへんけど、もしきのちゃんが声優のアニメだったら見る、かっこ笑い。リクエスト、ゆいのお気に入りの曲、一曲でも何曲でも、きのちゃんの気が向いた時にぜひお願いします、というお便りをいただきました。ゆうたろうさんありがとうございますなんかこの友達からお便りをもらうっていうのはすごく、初めてだと思います。だからすごい嬉しい。そしてなんかあの普段あの物理的にも離れてる距離、ちょっと遠いところに住んでるので、離れてるから、あの連絡もあんまり、 LINE とかあるのにね、取ってなくて、だからなんか本当にお便りで久しぶりって挨拶する感じがなかなか新鮮かなと思います。で、ゆうちゃんって呼んでるんですけど、ゆうたろうさんは、秒針の元ドラマーだったので、すごく秒針の楽曲を、あ、多分 CD を買ってくれた人だったら、そのメンバーのところに、書いてあると思います。ぜひ探してみてくださいはい、ゆうたろうさんありがとうございました。じゃあ次で最後にしようかな。はい、じゃあ第78回の生放送やるよって言ってた時の木のレディオのへのお便りいただいてます。生放送で聞きたいテーマをやったんですけどあの喋らなかったです、すみません。ありがとうございます。今拾わせていただきます。ラジオネームトリフさん、木野さんこんばんは。こんばんは。
ぜひ聞いてみたいのは、生放送でですね、聞いてみたいのは美容師さんの活動の近況ですね。もしいいフレーズが浮かんでいたりしたら、ちょっとでも聞いてみたいです、とのことでした。ありがとうございます。近況、活動の近況ですね。年始の時に曲作るって言ってた、曲今年はたくさん作るぞって言ってたんだけど、なかなか毎回っていう感じなんですけど、なかなか作れていなくてですね。なので、今シェアできるいいフレーズとかは今はないんだけど、ちょっとずつオリジナルも作ったり、一歩ずつ踏み出そうかなと思っているところです。なんかやっぱり思うのは、しばらく曲を作ったりアウトプットしたりしていないと、そこの筋肉が衰えて、なかなかものづくり、何でもそうかもしれないんですけど、どうやって作ってたんだろう私曲ってみたいな感じになって、まず自分のアウトプットするところに戸惑ってしまい、なかなか一歩進めないみたいなのを繰り返しているんだけど、ちょっとずつ最近はアウトプットをするっていうのが一歩踏み出せたかなって思うので、今形にしたものはシェアできないんだけど、今後ご期待ください。はい、近況、ざっくり言うと、あまり お出しできないけど、しっかり前に進んでますっていう感じですかね。はい、お便り、トリュフさん、お便りありがとうございます。ということで、だいたい直近のお便りはざっくり拾えたかなと思います。他にもいただいてるんですが、しっかり読ませてもらってますが、今日はお便りコーナーここまでにしたいと思います。皆さん、お便りたくさんありがとうございました。はい、続いてですね、さっきのね、トリュフさんのお便りにも少し通じるところが、共通するところがありますが、一歩踏み出せたなみたいなところにつながってくるんですけど、先日制作っていうほどではないんですけど、その一歩のうちの一つである、あるチャレンジをしました。で、今日はそれを皆さんに、シェアしたいなと思っております。で、そのチャレンジというのも、今回やったのはこちら、30分でトラックメイクチャレンジ、イエーイというものをやりました。で、今回はですね、美容師のメンバー黒犬と一緒にチャレンジやってみました。で、一緒にっていうのも、同じものを一緒に触るっていうわけではなくて、それぞれが用意スタートで30分で、それぞれが自分のトラックメイクをして、30分後に聞かせ合うっていうのを、一人でチャレンジして最後にシェアするみたいな感じでやってみました。でね、二人ともトラックメイク、リズムトラックメイクは初心者というかここからスタートするという感じなので、皆さんはここからどんな感じで成長していくんや、どんなもんやという感じで見ていただいて、最初だし優しい目で見ていただき、なんて言うんでしょう、定点観測的な感じで、今日この感じを覚えておいていただいて、一体どんな風に進んでいくのかを優しく見届けていただけたら嬉しいです。はい。で、30分でトラックメイクチャレンジっていうのも、本当にさっき言った通り、30分、タイマーをセットして、じゃあ今から、用意スタートってやっていくんだけど、私たちが使ってる、お互い、私とメンバーの黒犬が使って、それぞれ使ってるのは、同じDAOで、
エイブルトンライブというソフトです。で、まあ、なんか皆さんが聞いたことありそうなところで言うと、水曜日のカンパネラさんの、エジソンって曲があるんですけど、その中に、エイブルトンライブって出てくるんです。ちょっと探してみてください。そのエイブルトンライブを使って制作しました。で、このソフトは、ざっくり言うと、こういうトラックメイクとかに、すごい強み、作りやすいのが強みなので、なんだろう、すごく今回のチャレンジには特にぴったりなんじゃないかなと勝手に思っております。まあそんな感じでソフトはそういうものを使いましたという紹介です。じゃあ早速それぞれ私キノと、メンバーのクロケンが作ったものを今からお聞かせしたいと思います。聞いてください。今回はテーマは特にないんだけど、こんな感じで仕上がりました。じゃあまず私の方、キノの方からどうぞ。いかがでしたでしょうか。ちょっと荒いところもありますが、30分でここまでやりました。はい、続いてメンバーのクロケンバージョンでクロケンの作った作品でございます。どうぞ。はい、ありがとうございました。クロケの方は結構かっこいいよね。私の方は少し面白い感じがあるんですけど、なんか30分でよし作るってなってもかなり違う感じがわかりますよね。なんか全然テーマは決めてないから、それは自由ね、フリーな感じで、まあ、全く異なるものはできると思うんだけど、なんかやっぱりね、個性出るよね。はい。ということで今日皆さん、私たちの第一歩を見ていただきましたので、今後ぜひご期待ください。ということで、今回のチャレンジ、30分でトラックメイクするというチャレンジの作品を聞いていただきました。はい。それでは、本日のキノレディオ、そろそろお別れの時間です。今回のキノレディオいかがでしたでしょうか。ぜひ感想はお便りフォームでどしどしお送りください。キノレディオでは毎回お便りを募集しております。私への質問、もしくは第80回、今回ですね、今回のキノレディオへの感想、そしてまあいただけたら嬉しい、何とも言えない感じですけどトラックメイクチャレンジの感想もぜひぜひ、お寄せください。お便りはこの動画の概要欄、お便りフォームの URL から、あなたのラジオネームと、何のテーマについてのお便りか、そしてお便りの内容をご記載の上どしどしお送りください。ということで、本日のキノレディオここまで。また次回お会いしましょう。次回は、最近ハマっていることの話を深く話していけたらなと思っています。ということで、次回もぜひお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ、キノでした。